はいどうも、サイレントチャンネルです。今日はね、ここに窓、ハーレーでいうね、オープンプライマリーみたいなね感じで、まあ過去に、株用で何個か作りましたが、今回はジャズでちょっと作ろうかなと思います。まあ、その模様をね、載せていこうかなと思ってるんで、本日もよろしくお願いします。それではよろしくどうぞ。外したらこんななんか変なプレートがついてたんですけど、もうこれ外していいのかどうなのかちょっとね、わかんない。初めて見たんでね、これ。432ファクトリーの、清水くん、下部のキャストホイールの子にね、ちょっと聞いたらいらないでしょっていう話なんで、これはね、外しちゃいます。これね、外したけど多分これ、振動かなんかのですね、これね。こんないらないんで、ポアしましょう、ポア。もういらないです。取れました。なんですかね、これね、緊張の夏って感じですね、これね。蚊取り線香じゃねえんだからって。とりあえず、これを、綺麗に開けます。これ傷がつきにくいハードコートの 6H、普通のアクリルのやつだと 2H なんですけど、ガラスの次に硬いっていうか傷がつきにくいのかな。ワイヤーブラシで、真鍮のワイヤーブラシでこすっても傷がつかないっていう、なかなか優れものですね、これは。はい、とりあえず、組みました。わかりますかね？光ってるから。中はね、こんな感じです。で、ゴムも、まあ、パッキンですね、これね。入ってます。で、後々、中はね、ボルト、ナットが緩まないように、ま、何でしたっけ、ロック、ネジロック。やれば緩まないかな。後々ね、これ磨かなきゃならないんで、とりあえず今回はこんな感じで仕上げました。取り付けてみましょう。
はい、ということでフライホイール回るところが見えるぜみたいな窓、意味ないです、ただの飾りですね。まあこんなのもできるよという例ですが、まあ、やりたい人は真似してください。ということでありがとうございました。